っと珍しい剣は見つかるかな。タンスーがいない。どこに行けば会えるのかな。そうだ、タンスーがくれた薬の箱に彼女の匂いが残ってるはずだから、聖族が貸してくれた隊長に手伝ってもらおう。さあ隊長ちゃん、タンスーのところに案内して。大使様、お下がりください。奴は私が片付けます。必要ありません。彼女は私の友人です。多くの仲間たちがあいつにやられたんですよ。知っています。それなら。言いましたよね、彼女は私の友人だと。下がっていてください。は、大使様。あなた様が私を訪ねてくるとは思いませんでした。ええ、私は薬王秘伝の姉妹兄弟の長であり、慈悲なる薬王の子孫。私たちは千秋同盟を豊穣の道へと導くもの。私が差し上げた三雲松露丹は飲みましたか。何か変化は感じましたか。不死の仙宝を求めて泉州にやってくる無数の薬乞いたちはいつも何も得られないまま帰っていくのですが、彼らの推測に間違いはありません。泉州には確かに長命種になるための秘密が隠されている。そして私が気に入ったあなた様にもその機会を与えたいと思ったのです。三雲松露丹を飲めば、薬王様が生身の人間にもたらした無限の自由を実感できるはずです。あなた様の小姉から察するに、特に異常はなかったようですね。呼吸が深く穏やかになった様子も、体の気の流れが変わった様子もありません。なぜでしょうか。あなた様の体質は一般の方とは違うのですか。性格？それはありえません。仮に本当だったとしても、短命種の体に性格を宿したりすれば危険が伴うでしょう。もしかするとあなた様は長命とは無縁なのかもしれませんね。あなた様にお願いがあります。ラフから、この争いから離れてください。ここで起こっていることはあなた様が考えているものとは違うのです。この内戦について新作府の猟犬からどのように説明されましたか。自分たちは正義である帝宮の使命を代表して邪神である儒家の王を追い宇宙を渡航しているとか、それとも
薬王秘伝は邪神の手先だとでも言われたのでしょうか。それは本当に正しいのでしょうか。あなた様は薬王様や要求過疎については理解が及んでいないようですが、私のことは理解してくださっている。あなた様の目には私がそのような人間に映っているのですか。あなた様に味方になってくれとは言いません。ただラフからこの全てのことから離れていただきたいのです。ここでのことはもともとあなた様には関係のないこと。私はあなた様の敵になりたくはありません。お互いに刃を交えたくないということであれば、ここでお別れしましょう。この数日間ずっと考えていました。要求過疎は前進ではなく、薬王様も邪神ではない。あなた様が軽減将軍の味方をするのは、ただ彼らと先に知り合ったからに他なりません。本当に残念でなりません。あなた様と先に知り合ったのが私であれば、真の友人になれていたかもしれないのに。カイシ様、そろそろ参りましょう。これが私たちの永遠の別れであること、心から願っています。さようなら、七死人様。新作府に行って聖族に知らせよう。弱すぎるよ。ケインの声に従え。機を逃してはならない。おやすみ。危険殲滅開始。流れから離れろ。流れから離れろ。助けてスバローグ。エレシコ。どうだった？タンスは見つかった？彼女を捕まえられなかったんだね。分かった。長年潜伏していたあいつらが今になって本性を現したのは、もっと恐ろしいことを計画しているからかもしれない。捜索を急がないと。とにかくあなたにはお礼を言わないとね。あなたからもらった情報があれば、タンスーの捜索を続けられる。ありがとう。将軍様から聞いたんだけど、これから探偵使に行って大木様が率いる軍と合流するんだって。それならここで時間を取らせるわけにはいかないね。くれぐれも気をつけて。あと
もしまたタンスーに出会ったらすぐに近くの運気群に知らせてね。そうだ、これを受け取って、いろいろしてくれたお礼。